と精霊を殺す。俺は当世界に屍の城を築こう。力で世界を支配して、それでどうするつもりだ。どうもこうもない。支配し繰り返す、それが全て。ただ支配する、それして一つ目だというのか。精霊さえも未来を見ていた。お前には何もない、何も生み出すことはない。だったらどうだ。哀れな奴だ。こういう貴様は、どうぞ。300年前の過去から蘇った亡霊が哀れでなければ何だというの。そう、確かに僕に感じたこともあった。支配されないために支配する、それは終わりのない憎しみの道だ。わからないのか。行き着く先は破滅しかない。許し合いだけがそれを避けられるんだ。弱者の思想よ、虫ずが走る。違う、許し合うことこそだ強さだ。許しなどない、ただ強者の蹂躙あるのみ。そう思うのはお前が孤独だから。誰かを操ったのお前だって。あいつに触れたこと、とも支え導いてくれる者はお前にだって仲間くらいいただろう。俺が覚えてる。背中に首を押され無知の火の粉を引いたみたい。まぐれに奴隷を殺す恐怖、より弱いものに生贄にして生き延びる弱者。あいつが友だ。どこにもありはせぬ。やる気はないのか。ひどい。こんな人に世界を天秤にかけながら俺に道理を説くとは片腹痛いわ。確かに死を持ってきてくれた。俺のわがままだ。誰の一人を見ならず生きるのが俺の願いだ。決して責任にかけたりなどしていない。俺と同じく欲しいものは全て手に入れる。違う、俺が目指すのは与えられたのだ。ぬくもりを、許しを奪い取るだけのお前と同じなものか。はぁ、入りなれ。こいつで力こそ全て。王は一人、他は全て消えろ。どの時、シオンから託されたこの力でお前を倒す。限界を超える。終わりだ。貴様が失せれば全て収まる。死ね。お前こそ孤独の限界を知れ。お前のやったことは悪だ。そこは否定しようもない。だがお前が道を誤ったのは、なまじお前が強かったからだ。何よりお前が一人だったから、支え正してくれる仲間がいなかったからだ。お前には自分のため以外にその力の使い道がなかった。誰でもお前のようになったかもしれないんだ。俺だって
俺はお前を許そう。哀れんで許す。まさしく強者の所業よ。よせ！たとえ世界を救い、虫の良い夢を思い描こうと、これより貴様が歩むのは、裏切りと失望に満ちた汚職の道。その果ての暗闇で待っているぞ。ボルナレナス・アルマが。ええ、でもまだ炎の剣があるわ。レナス・アルマほどの力はないかもしれない。それでもダメだ。それはダメだ。それだけは。もうすぐイバラは、精霊は解き放たれる。そうなればどの道誰も助からない。でも今ならまだ間に合う。私ごと茨を焼いて。そんな、そうしないために今まで戦ってきたのに。必ず助けると約束したのに。分かってる。でもあなたにまで死んでほしくない。お願い、私のために世界を終わらせないで。見ろ、ダナからの精霊力が通った道がまだ残っている。あれに乗せてダナの意志に呼びかけるんだ。何言い出すの。覚えてないか、ダナの意志は俺たち一人一人に宿っているって話。俺たち全員の総意がダナの意志となって現れるのなら、ダナの世界全体に訴えることで助けを得られるかもしれない。ダナの人々が私たちを助けたいと思えば、それがダナの意志となるって言いたいの。無茶よ。無茶でもシオンを救えるとしたらこれしかない。それにこれはレナを救う方法でもある。レナを救う。レナの意志は決して邪悪ではなかった。犠牲にしないというならレナも救わないとダメなんだ。俺はシオンのいない世界で生きたくない。もう何かの屍の上で生きるのは嫌だ。アルフェ、分かったわ。俺はシオンを救いたい。そしてレナも救いたい。何かのために別の何かを犠牲にする、そんなことはもう終わりにしたい。だから力を貸してくれ。
輝く月
行こう。Bye now.